からまず皆さんに改めて申し上げたい。やっぱり安心をすることができる社会保障の仕組みをしっかりと作っていく、こういう主張をですね、政策の正面にしっかりと据えて皆さんにしっかりと訴えかける、そういう政党が必要なのではないでしょうか。子どもたちの未来、皆さんで言うならばお子さんとかお孫さんの未来についても目を向けていただいて、そのために誰が政治家をやるべきなのか、どういう政策をやるべきなのか、そのことについて皆さんぜひともお考えをいただけますように心よりお願い申し上げます。参ります、どうぞよろしくお願いします。例えば、自殺をしている人の数なんかは2003年に3万4000人超えちゃった。3万4000人毎日ね、お一人ずつ100人ずつ命を絶っているというような、そんな状況だったんです。で、我々が政権を取った時にリーマンショックの後だったので経済厳しかったけども、やっぱりこれは何とかしなければならないということで、自殺をする人の数を徐々に減らして、ようやく去年は3万人をですね、ちょっと下回った。ありがとうございます。どうもいらしていただきありがとうございます。また来ますからね。頑張ろう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 。ありがとうございました。また来ますね。どうもありがとうございました。これでちゃんと咲き続けるんですか。これだけうまくいくケースがまあなかなかないですから、あの本当に素晴らしいと思いますね。まあ、個別所得補償で生産をしっかりとこれから支えていくということが一つの基本ですね。でそしてあのそれが地域に波及していくという意味では、一次産業、二次産業、三次産業が、全てこう合わさる形で、こういったことが一番望ましいと思います。いろんな支援制度をこれまで作ってきましたので、それがしっかりと政府であの継続をされるように、さらに発展をさせられることができるようにですね、やっていきたいというふうに思います。